皆さんこんにちは、ブヒロクです。今回のテーマは、犬に最も多い死因です。少しセンシティブな内容ですが、皆さんは犬に最も多い死因が何なのかご存知でしょうか？では、犬に最も多い死因を5位から1位をご紹介します。最後には1位以上の衝撃的な死因をお伝えしようと思います。犬好きな方々には知ってもらいたいことなので、ぜひ、最後までご覧になっていってください。では、行きましょう。ワースト5、肝臓疾患。人間でも同じことが言えますが、肝臓は体の毒素を分解するなど、犬の体を健康に保つために必要な働きを担っている臓器です。そのため、肝臓疾患を引き起こすと体内の代謝が悪くなり、体全体に悪影響を及ぼします。犬の死因のうち肝臓疾患は約 5% の割合を占めると言われてます。肝臓疾患の予防としては栄養に偏りのない食事を与えることで様々な病気の予防につながります。肝臓に負担をかけない食事として犬に必要な3大栄養素のタンパク質、脂質、炭水化物、これらの栄養素を含んだ食事をバランスよく食べさせることが大切です。ワースト4、転換発作。犬には比較的多く見られると言われている転換発作です。直接死因につながる病気ではありませんが、意識障害や痙攣、失禁などを引き起こす病気として転換は有名です。この転換発作を起こすことで突然死を引き起こす事例が多く報告されております。ですので、明らかな原因がわからないこのような事例は、転換発作による死因として判断されます。この転換発作の予防は、原因不明の発症と言われていて、完全に防ぐことは難しいとされています。そのため、発作の回数の減少や発作の持続時間の短縮、発作の程度を軽減することを目的として、抗転換薬でコントロールしていきます。投薬を開始している犬は発作が現れなくなっても、飼い主の独断で投薬を中止せずに医師との相談を必ず行ってください。ちなみに詳しく説明すると、転換とは発作的に繰り返される、全身性の痙攣や意識障害を主な症状とする脳疾患です。ワースト3、腎不全。犬の死因として全体の 7% を占める死因が腎不全です。腎不全は高齢の犬が発症する例が多く報告されており、多飲多尿、体重減少、元気消失、嘔吐、痙攣など、様々な症状を引き起こします。死亡率も高く、中には数時間から数日で重症化する、急性腎不全を引き起こすケースもあるため、定期的な健康診断を行うことで早期発見することが大切です。腎不全の予防は、塩分を控えた栄養バランスのある食事や、新鮮な水がいつでも飲める環境を保つよう心がけましょう。定期的な血液検査や脳検査などの健康診断を受けることも大切です。ワースト2、心臓病。犬に多い死因として、全体の 17% もある心臓病。初期症状で気づくことが難しく、症状が発症した時にはすでに進行しており、突然症状が悪化してしまうケースも多い病気です。特に、僧帽弁閉鎖不全症は、投薬を開始してから半年ほどで生存率が 50% ほどと非常に低く、同時に心不全を引き起こし、突然死に至るケースも珍しくないと報告されています。心臓病の予防としては、過剰な運動をさせたり、興奮させたりしないようにしましょう。そして、新鮮で清潔な水をいつでもペットが飲めるようにしましょう。食事はやはり塩分の量を減らすことが大事です。そして、心臓病の原因の一つに歯周病菌が疑われています。歯の健康は犬の寿命を2年から3年も伸ばすと言われていて、とても大切な健康療法であるのは間違いないです。ワースト1、がん。
圧倒的に多い犬の死因として癌が挙げられます。癌は犬の死因でも 54% と半数以上を占める病気です。癌は高齢期に発症することが多いですが、若年期にも発症するケースがあります。初期症状が現れにくい病気でもあるので、発見が遅れ死亡率を上げている原因と考えられます。犬の癌予防としては、不妊手術、肥満防止、癌の予防健康プログラム、汚染物質をできるだけ避ける、バランスの良い食事、人と動物の絆を深める、などなどいろいろあります。汚染物質っていうのは、タバコだったり殺虫剤の噴煙、犬との絆を深めるというのは、飼い主さんとの信頼関係を築くことで、精神面とストレス軽減で、癌予防にもつながるのです。まとめ。最も多い死因から見る犬の寿命を伸ばすために飼い主ができること、それはもちろんたくさんあります。今回紹介した犬の死因として多い、癌や心臓病や腎不全など、有効な予防法を実践することで少しでも犬の寿命を伸ばすことができます。飼い主さんは有効な予防法を実践して、少しでも犬の寿命を伸ばす確率を上げることを心がけましょう。飼い主さんにできることは、日々のスキンシップで異変が起きていないか確認する。人間と同じで1年に1回は健康診断を実施する。栄養バランスを考えた食事を与える。犬の病気を早期発見するには、定期的な健康診断は重要です。日々のスキンシップなどで、少しでも違和感を覚えた場合は、すぐに動物病院に行って気になるところを診察してもらいましょう。いかがでしたか？犬に最も多い死因として、癌は圧倒的に死亡率が高い病気でした。では、犬の多くの死因は癌なのか？一般家庭ではそうなります。冒頭でもお話しした、最も多い衝撃的な死因というと、皆さん、もう薄々お気づきかと思いますけど、そうです。殺処分です。殺処分は、ペットに関する最も深刻な社会問題の一つです。2018年度の年間殺処分数は、犬、猫合計で約3万8000頭。そのうち、犬は約7600頭。1日に換算すると、殺処分される犬、猫は105頭。2021年度は過去最少になったものの、それでも2万3000頭の命がなくなりました。そのうち犬がおよそ4000匹、10年前と比べると殺処分の数は10分の1ほどに減少し、これでも過去最少です。とまあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。病気もそうですが、保護犬の問題もどうにかならないものかと考えさせられます。いかがでしたでしょうか？最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのご意見、ご感想や、日々の豆知識があれば、ぜひコメントをくださいませ。目を通してお返事も返していきたいと思います。これからも知って損はない豆知識や、ブヒロクストーリーを投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。